アトム級小林ほのか VS 坂尻百音。この試合はアトム級3分3ラウンドで行われます。今日の第2試合です。アトム級3分3ラウンドの一戦です。坂尻百音対小林ほのかの一戦。この試合の解説も先ほどに続きまして宮城大輝さん、そして志田ねねさんです。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ラウンド1第1第2でネクストレベル VS クレイジーゴリラジムなんです。そうなんですね同じジム同士の2人の選手、先ほどリナ選手がクレイジーゴリラジム、そしてこの坂尻百音選手が、クレイジーゴリラジムということです。そして豊島優選手、この赤コーナーの小林ほのか選手がネクストレベル渋谷。坂尻選手減量の失敗の影響なさそうですね。実は昨日ですね、前日計量で 750g オーバーということだったんですが、本日行われた当日計量で 46kg ちょうどということになりまして、計量クリアしています。まあ、ちょっと精神的なところも含めましてというところには宮城さんなりますけどね。そうですね、はい、やっぱ小林選手はボディを狙ってきますよね、はいはい、ボクシング、アマチュア時代には高校大学と素晴らしい成績を残しました。高校生の時には全日本女子ボクシング選手権ジュニア高校生のピン級で2018年に準優勝、全日本ジュニアでは1位にランキングされたこともあるという小林ほのかです。これがプロ2戦目、サウスポースタイル。対する坂尻はオーソドックスタイルです。身長が145センチの小林対150センチの坂尻。いい音。宮城さん、やはり小林、はい、スーッと中に入ってくるのはうまさありますね。そうですね、やっぱワンツーうまいですね、はい、まあ、ちょっとまだ距離が合ってなさそうですけど。そうですか、はい、第1ラウンドは残り1分。対する坂尻、おーボディー、いいですね。今のも何かフェイントからのボディーですか。そうです、さっきまで多分ワンツーを同じリズムで顔に打ってたんですけど、はい、やっぱ坂尻選手がそこから顔を気にするんですよね。それをもう判断してフェイント気味にボディを打つ。今すごく上手かったですね、小林選手。いわゆる上下のチラシというところ。対する坂尻はキックで応戦。あ、左伸びてきます。速いスピードが。ラスト10秒。独特の蹴りのスタイルを見せてきます小林ほのか。この近い距離。第1ラウンド終了。志田さんも一つ一つの音などに、ね、反応されてましたけど、はい、当たった時のパチンって音がいい音でしたね。女子選手同士でもやはり迫力のある試合を見せてくれます。このアトム級3分3ラウンドの一戦です。こちらが坂尻百音16歳、対する赤コーナー小林ほのか21歳。いや、宮城さん、はい、若い選手、女子選手も続々とこの舞台を目指してきている選手がね、本当、はい、増えてきてますよね。そうですね、はい、もうなんかすごく失礼なんですけど、前までなんか女子の選手そんなスピード感というかパワフルさあんまないなと思ったんですけど、やっぱりグローブ変えてからやっぱパワフルな選手が増えたなっていうのが印象に思いますね。この一戦も4オンスで行われています、はい。坂尻からすると16歳ですから、このライズが始まった当初はまだこのように生を、ま、生まれてなかったという。確かにそうなりますね、はい、生を受けていなかったという。で、小林ほのかとしてもまだ1歳ぐらいでしょうか。そうですね、
小林選手はボクシング上手いですね。さすがアマチュア時代にはランキングで1位にも上り詰めたという小林。セコンドなども務めるグレイシアーキさんに話聞いたんですが、ここ1週間ぐらいは何か頭とその体の一致感というのがなかったそうです、はいはい、ただここ1週間でそこがこうパッと晴れたようにだいぶ体とその頭の一致ができてきたと話をしていました。宮城さん、そのあたりって難しいところあるんですよね。まあそうですね、はい、左伸ばしていく、すぐ離す、すぐ離す、自分のやりたいことができるようになってきたという小林穂乃果。対するこれがプロデビュー戦です、坂尻。左、いや強烈、右、一気にラッシュを仕掛ける、膝まで最後は出してくる。今のはホールディングからの2回でしょうか。赤コーナー小林選手、組んだ状態での連続攻撃は認められません。組んでなさそうでしたけど、ライズルールでは組んだ状態から2回は禁止です。一度のみということになります。ただ今のはイエローカード、減点にはなりません。ローでしょうか。あーロー、浮かし蹴っていく、相四つになります。この両者決めてるらしい。こう坂地にもなんとか返していこうというところ、はい、体の強さを感じます。バックボーンは幼少期から空手、高校生になってからキックボクシングを始めたという坂地、現在16歳です。ライスリーではワンキャッチからのワンアタック。さあ第2ラウンドも1本切ります。いいローですね。あのローも強烈ですね、はい、赤くなってる。インローあるいは奥足にというところ、やっぱこう独特な足上げがありますね。そうですね、小林選手が蹴りにシフトしてきましたね、はい、少しずつ変わってきたでしょうか。ラスト30秒、さあここでスイッチ、もう二段蹴り、おお、いい空手風な、そういった攻撃も出してきました。ボディストレート、お腹のところも少し赤くなっているか。ラスト10秒、左のロー、はい、だいぶ小林ペースになってきたかもしれません。ここで第2ラウンド終了。こちらが坂尻、少し押され気味。さあ宮城さん、はい、ここまでご覧になって特にこの第2ラウンドいかがですか。そうですね、まあ、小林選手がこう第1ラウンドで、まあ、第2ラウンドの途中だったりですごい戦い方を変えてるんで、それがすごい印象的だなと思いますけど、坂尻選手もやっぱ前に出るフィジカルだったりとか、まあ、元気の強さがすごくいいんで、すごくジャッジがつけがたい感じだなと思いましたね。なるほど、はい、そしてあネクストレベル渋谷の2人、右側がもみさん、左側が小林真奈選手、このように今日はセコンドではなく会場で、このリングを見つめています。ラウンド3ファイナルレイ、宮城さん、ネクストレベル渋谷っていうとすごい先輩方がたくさんいますから ね、やっぱ女子が多いですね、はい。でこの小林穂乃果選手は身長が145センチ、もみさんも身長148センチで非常に似ていると、はい、ジムでもよく言われます。最初の辻井穂乃果との試合はもみさんにこの実況席に来ていただいて解説もしていただきました。その時は勝利を届けたという小林穂乃果、このプロデビュー戦から2連勝なるか。対する坂尻はこれがプロデビュー戦、前蹴り顔面を捉える、ちょっと足にシフトしてきましたか。小林選手のこう掴んでからのワンキャッチしてからのアタック、すごくうまいなって思って、普通嫌がるんですけど坂尻選手もそこを恐怖せずに
もうお構いなしに蹴ってるのやっぱ気持ち強いですね、はい、やっぱ持たれると嫌なんで、はい、しかも返してくるんですよ小林選手が。嫌なんですけど全然お構いなしに蹴ってるんで。確かにこのようにガードを固めて前に出ますよね、はい、左フック、さあ前に出てくる、坂尻が行くか。坂尻は石川県のクレイジーゴリラジム、先ほどのリナとともに今日がプロデビュー戦、そしてジムとして初めてのプロ選手ということです。ですからなんとか勝利を届けたい。話し続ける。おい、第3ラウンド、宮城さん、改めてどのあたり今さ感じますか。やっぱ小林選手の上下の振り分けですね。やっぱしっかり腕当てた後にボディ振って、ボディ当てた後にあの顔面狙ってるんで、やっぱそうすると注意しないといけない部分が増えるんで、坂尻選手は忙しいですよね。なるほど、はい、そうするとやっぱ集中力も切れてきちゃうんで、どこに集中していいか分かんなくなっちゃうんで、コツコツコツと当て続けます。さあ時間がなくなってきた。残り30秒切るところです。決めたら足かけろ。左のハイキック、ラスト30秒、ボディ足かけてくれ。非常にうまさ、スピードがあるという小林ほのか。さあ20秒切りました。坂尻選手もいいですね。坂尻ここで16歳、いや決して恐れることなく前に出ます。プロデビュー戦、なんとか爪痕を残す。そう誓ってこのリングに立っています。ここで試合終了。プロデビュー戦とは思えない坂尻、堂々とした佇まいでした。それでも宮城さん、はい、小林のうまさは目立ちましたか。いや、うまかったですね、うん、キャッチして左ボディ打ってたんですけど、はい、同時に真似したいなと思いましたちょっとターゲット渋谷のこれからの、はい、やろうかな、選手たちにも、はい、ぐらいうまかったですね。あ、同時にってことなんですね。ここバンみたいな持ってからすぐ本当にトトンっていうぐらいのリズムで、はい、うまっと思いました。30対28、赤小林、ジャッジ小川、30対28、赤小林、ジャッジ大沢、30対28、赤小林、以上3対0の判定をもちまして勝者小林ほのか。3対0小林ほのか見事勝利で、これでプロデビュー戦から2連勝を飾りました。また面白い選手がアップ級、このようにネクストレベル渋谷、小林真奈選手、そしてもみさん、こういった強い選手が所属、あるいは所属していた、そして現在は所属しているというネクストレベル渋谷から出てきました。そしてライズ20周年の記念大会プレゼンター、初代ライズスーパーライト級王者吉本浩二さん、今トロフィーが渡されました。ネクストレベル渋谷所属の小林ほのかがプロ2連勝を飾っています。熱狂と感動は4年に一度じゃ物足りない。激闘に沸き立て日本列島、格闘技に新たな日が昇る。サイゲームスプレゼンツ
ライズエルダラド2023、3月26日東京有明アリーナ。